韓国で14ぶりに大型輸送艦が就役しました。今回はこのマラド輸送艦を詳しく見ていきます。デモ F-35 戦闘機整備に使うのかな、アメリカ本土まで運ぶために建造したのかな。2021年6月28日、韓国のキョンサンナムドチネにおいて、ドクト級。強襲揚陸艦の2番艦であり、現在の同国海軍において、最大の排水量を持つ、マラドの就役を祝する式典が行われたと報じられた。1番艦である、ドクトの就役からは、14年が経過しており、若干拡大された、マラドは、基準排水量14500トン。満載排水量19000トン、全長 199.4メートル、全幅 31.4メートルの大きさとなっている。戸艦の装艦に必要な乗組人数は、ドクトでは約450名とされていたが、今回のマラドでは約330名とされており、かなり開きがあるが、14年の歳月が消費と化を推進させたのか否かは定かではない。もともと、ドクトも最大速力は約22ノット程度と、これよりも大型な。海上自衛隊の、出雲、加賀、の約30ノットよりも低速だったが、これに関しては、大きな変更はない模様だ。強襲揚陸艦としての機能は、マラドも、ドクトと、同様であり、艦尾部分のウェルドングに、ホバークラフト型である。国産のルスヒ型やクッション型揚襲艇を2隻収容できる。このルスヒ型やクッション型揚襲艇は、アメリカや日本が採用しているウェルキャクマイナス1級エアクッション型揚襲艇と同等の輸送能力を持つとされ、そのライセンス生産版と見さされている。韓国では、このルスヒ型やクッション型揚襲艇をソルゲ型と、称しており、満載排水量155トン、全長 27.9 メートル、全幅 14.6 メートルで、計1戦車や計55自走砲等の大型戦闘車両を、積載できるものだ。また、全通式の飛行甲板には、5つの発着用のスポットが設けられており、海軍や海兵隊が保有するヘリはもちろん、必要に応じて、陸軍が運用する。大型ヘリコプターの受け入れも視野に入れたものとされる。一時期は、韓国は、このマラドを含むドクト級に、短距離離陸、垂直着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型の運用を担わせる可能性も指摘されていたが、こちらは実現されていない。ただし、アメリカ海兵隊が採用している主力の輸送機 MV-22 オスプレイの、運用には対応しており、アメリカとの軍事同盟に基づく相互運用の一環として、周辺有事の際に使用されるとの見方もある。こうしたアメリカ軍との連携強化につながる事態については、韓国のマスコミからは、いたずらに中国を刺激するようなことは避けるべきではないかとの論調も数多く見られ、日本との違いも感じられる。これは、アメリカの朝鮮半島や台湾海峡有事における中国を仮想敵国とした。軍事的な枠組みの中に、韓国が自動的に組み込まれることの危険性を危惧するもので、昨今の同国の中国回帰の姿勢をよく表している。ちなみに、世界的に著名なジェーン海軍年鑑では、ドクト級をドック型、輸送用陸艦と分類、定義しているが、韓国国内のマスコミでは、おおむね、大型輸送艦と呼称されており、ここにも中国への、配慮が感じられる。現在のムン政権によって、マラド等のドクト級の運用ノウハウを、元にして、今後、韓国は、
3万トン超級の軽空母建造を目指す方向性を打ち出しているが、これもかつては新型の大型輸送艦と呼ばれていた。こうした政治的な配慮は、日本の場合、自衛隊は軍隊ではないため攻撃的な兵器の保有は認められないとする建前に準拠したものだが、くしくも日韓両国が空母保有を公式にしていることは興味深い。日本の場合、中国による尖閣諸島など南西諸島の防衛の必要性が、出雲、加賀の航空母艦回収に舵を切らせたとも言えるが、韓国はこれによる日本の空母保有を最大の理由にしているようだ。ただし、韓国のドクト級はイギリス本国でかつてのインビンシブル級航空母艦の建造に携わった BAE 系列企業の支援を仰いで行われており、その意味ではすでに空母技術の部分的な移転を受けたものとも言えるだろう。また今現在文政権が打ち出している軽空母計画には、クイーン・エリザベス級航空母艦の建造に携わったイギリスのバブコック・インターナショナル社が加わるとの見方もあり、注目を集めている。現在、極東方面に向かって各地で合同軍事演習等を行いながら航海しているクイーン・エリザベスも韓国に寄港する可能性が示唆されており、イギリスが関与する公算は大きそうだ。マラドに話を戻せば、ドクトから14年もの歳月を経たこともあり、搭載している護艦防御用の兵装が刷新されている点は両艦の最も異なる部分だと見さしてよいだろう。具体的には近接防御用の火器として、ドクトではオランダ製の 30mm バルカン砲ゴールキーパー2機だったものが、マラドではアメリカの 20mm バルカン砲 CWIS 2機に変更されている。また近接防空ミサイルも、ドクトの米独共同開発のリム116の1機から、マラドでは KVLS からヘグンを運用する国産化したものに改められており、護艦の防空能力を向上させている。